品川庄司、文化人気取りポケモン、お笑い芸人なので喋ってなんぼのお仕事。そんな彼についたあだ名はおしゃべりクソ野郎。黙ってろと、仕事すんなと。品川さん、そこがあんまりよろしくなかったようで、一時干された後、今ではすっかりおとなしくなりましたね。つまり今の彼は喋らないクソ野郎。大沢あかね、ママタレポケモン、劇団ひとりの愛妻、何でもできるマルチタレント、誰もが納得する彼女のあだ名はブス界一の美女。絶妙。大沢さん、芸能界ではぶっちゃけ美人な方では決してありません。でも一般社会においてはまあそれなりかと思うんです。しかし失礼なあだ名だな。タモリ、マイクポケモン、長年にわたりお昼の時間に日本中に笑いを届けた偉人。誰からも愛される彼のあだ名は昼メガネ。昼だけじゃないけどな、夜のミュージックステーションもメガネてかサングラスかけてるわい。アビルユー、ガングロポケモン、エロとおバカを兼ね備えた、どんな仕事も断らないスタイル。いろいろあって事実上の引退。あだ名は芸能界の売人。リアルだから、それガチのやつだから。この人、芸能界に入る前に集団窃盗をして店を潰したことがあるんですよ。つまりガチの悪人。浅野ゆう子、カサスポケモン、歌も歌える大女優、2時間ドラマの女王、仕事ばかりで結婚もせず、ついたあだ名が生き遅れ。有吉、怖いもの知らずか。まったく大女優になんてことを言うんだ。ちなみに浅野さん、2017年57歳の時に一般男性と結婚しております。末永くお幸せに。岩を望むスカスカポケモン、マスコミが沢尻を追っていたら AV 女優との同棲がバレてしまった。相方との格差に悩む彼のあだ名は生ゴミ。いや、ひどすぎるだろう。もうあだ名とかいうレベルじゃねえよ。ちなみに岩尾さん、例の AV 女優とはもう別れてるみたいです。ウド鈴木、モヒカンポケモン、社員のボケ担当、相方の天野くんが大好き、常に元気な彼についたあだ名はバカの押し売り。ド直球。しかし押し売りだけでずっと芸能界生き残ってんのもすごいな。小川夏実、ゼニゲバポケモン、お笑い界の頂点に立つダウンタウン浜田の妻。まさにそんな彼女にふさわしいあだ名、極道の妻。満場一致で納得。まあ、ほぼ浜田へのあだ名だけどね。